大げさに言うと最終的に考えてるのはみんながこう書けばいいんだよっていう、読む人とそれがなんか共有するんじゃなくて、読む人そのもののこっちがこう響く、だからある匂いを嗅いだ時に、そのある匂いが A さん B さん C さんの記憶をこう喚起した時に、それはある匂いは作品じゃなくてただの匂いで、で A さん B さん C さんはそれぞれの記憶が出たというようなものがのようなこう小説が一つイメージなんですね。50代の男の性欲とかって言うとすぐに不倫になったり浮気になったりしちゃうじゃん。とやっぱり一つの話でしかないんだよね。でその人の話になっちゃうんだよね。でそうじゃなくてもう音楽聴いていた自分とその性欲抱えていた自分と同じようなものであり、それでそういうものが若いうちは音楽の時間、性欲の時間とか考える時間とかってこう人生がこう生きる時間がうまくもっとこう綺麗に引き出しの中に入ってたような気が今ではするんだけど、そうじゃなくてもっと40代後半50代に入ってくるとその辺があんまり区別がなくて混然一体という言い方もちょっと大げさなんだけど、その性欲とか音楽とかっていうものがあることによってかつてあったことにも支えられ、今あったことにも支えられるっていう、それで失恋して大変な思いをしたこととかがそういうことが全部なんか今の自分をこう勇気づけてる感じがするんだよね。でだからそういうことがなしで来てたら今何にもなくなっちゃうなっていう感じがするの。キースいい加減のようだけど本当に誠実に、キース・リチャーズとボブ・ディランは本当に誠実に年を取っていって50、60、70っていくときに自分はどう衰えてどう何も無関心になってどう硬直化、だから普通世間にいる人たちってやっぱりこういう大人になりたくないっていうやつらばっかりじゃない。それでキース・リチャーズの方はなんかとにかくなんか年相応のことをやったんだよね。そこがすごいんだよね。で彼は年相応のことをやることによって昔のローリングストーンズもまた聞かせるような、なんかね、僕の中では信じがたいことをやった。あんなやつと思ってたけどとんでもなかったなって、いまだにそのキース・リチャーズそう思ってもなおかつキース・リチャーズってああいうとんでもないやつだってイメージも変わらないところがまたすごいんだけど、今流通してるような小説を書くような小説家もたくさんじゃんって思ってる人多いんで、本当は出版社の人は言えないけど言わないようにみんなしてんだけど、でそうじゃなくてそうじゃない人が書いた方が面白いのが出るんだよっていうふうに思ってる人も多いと思ってる、私がそう思ってるんですけど、だからこう不安定とか不穏な感じとかなんかそのゾワゾワしたりっていうのはやっぱりストーリーで出るもんじゃないんじゃないかと思うんだよね。もっとそれより前の語り口の方で出るもので、でいやみんなが自分が考えてることはこういうことっていうのはつまりここに書いてあることじゃなくてここに書いてあることで刺激されてこういうことを考えた、俺の考えてることはこういうことだったんだっていうふうに思うっていうのがなんか一番自由の始まりだと思うんだよね。